なんだか急に秋になり寒くなりましたね。私たちは今後のシニア犬たちとの暮らしを改めて考えてみました。これから先長くはない時間を一緒に過ごそうと思います。今日はチャイにお留守番を頼んで仕事仲間とカフェに来ました。ガラス張りで自然光が入る店内はニューヨークの下町をイメージしたそうです。店名にエッグとあるように卵料理が自慢のクラシカルなカフェです。ためプリン美味しい。口に入れると滑らかでちょうど良いバランスです。すべては必然、私たちの成長にとって必要なのです。実家のすずちゃんは昨年父が亡くなってから母と二人で暮らしていました。17歳になるまで大きな病気はしてなかったけれども、最近体調が悪かったのです。突然痙攣を起こして病院に行くと入院になりました。形で戻ってくるなんて思ってもいませんでした。安らかにもう一度会いたかった。すずちゃんありがとう。チャンミンは毎日自宅点滴を頑張っています。のちゃんはお目目が見えないので不安なのかうろうろしています。マノンちゃんは怖がりなので車椅子自体を怖がってなかなか歩いてくれません。セシルちゃんは数値が悪くなって毎週通院してます。良くなってほしいな。アメリちゃんは週一の通院と薬で安定しています。応援ありがとうございます。愛する娘たちとの時間を大切にします。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。